Алоха, с вами Swordflame. Я получил еще один рецепт за то, что собрал 300 разных вещей и продал их в магазин. Абсолютно без разницы, какие это вещи. И это рецепт на нейтралайзер G. Потом его скрафтим, но сперва пройдусь по городу и посмотрю, можно ли с кем-то поговорить, будут ли какие-то сюжетные диалоги. Потом пойду покрафчу, и потом можно будет сходить в новые локации. Поскольку в прошлом видео к нам присоединилась Леон. Плохо, что только 4 персонажа у меня в пати. Что я больше в пати брать не могу, хочется всех взять. Но тогда бы это была совсем другая игра. Ну да ладно, погнали.本当に大丈夫かい？もっと野菜を食べた方がいいと思うよ。いや、その場合は肉の方がいいんじゃないかな。二人とも何の話をしてるんです？おお、ソフィー、聞いてくれよ。ジュリオさんがオイラに太りすぎだって言ってくるんだ。うん、そうだね。 何言ってるんだ。ジュリオさんと初めて会ってからだいぶ痩せたじゃないか。見りゃわかるだろ。え、そうなの？全然気がつかなかったよ。え、ほら、だから言ったじゃないか。やはりオスカーはもっと痩せるべきだよ。そうだな、もう少し運動した方がいいんじゃないのかい？ そうだとしても、ジュリオさんは痩せすぎだよ。そんな細い体であんな体験振り回してたら、そのうち大怪我するよ。そうかな。ソフィー、君はどう思う？え、私ですか？ してからじゃ遅いですし。そうか、教会に属する身としては組織が基本なんだが、守ることができなければ騎士の仕事にならない。確かに一理あるかもしれないな。そうだよ、それでジュリオさんが太ったらオイラだって問題ないように見えるはずさ。 それとこれとは話が別だと思うよ。<笑>いつも本当にありがとう。<笑>こっちこそ。 ねえ、パメラってお金を何に使ってるの？ いろいろよ。教会の管理費でしょ？みんなの生活費でしょ？あとは離れたところにあるお墓のお供えものとかかしら。お墓？ 月と太陽の原野って場所に昔の人たちのお墓がたくさんあるのよ。結構離れているからあまり行けないのが問題だわね。
そんな場所があるんだ。知らなかった。何かの役に立つかもしれないし、ソフィーちゃんにも教えてあげるわね。うん、ありがとう。また。いつもありがとうございます。こちらこそ、いつも当店をご利用いただき感謝しています。今年の出来はどうですか？例年よりも味に深みが感じられますね。それは楽しみですな。こんにちは。おや、ソフィー。いらっしゃい、ソフィー。ホルストさん、今日は配達ですか？ええ、儀礼のためのお酒を納品させていただいたところです。今年は当たり年ですよ。これも神のご加護ですね。お酒か。お酒ってどんな味がするんですか？そうですね、一言では難しいですね。ソフィーも大人になればわかりますよ。ちぇ、大人ばっかりずるいの。大人は大人で大変なんです。お酒はその日の疲れを癒してくれるものでもあるんですよ。子供だって疲れるんですけど。ソフィーも言うようになりましたね。きちんと仕事をしているという意味ではソフィーも一人前ですからね。そうなんです、私もお仕事をしているんです。だからお酒を飲んでもいいんです。それはダメです。別に飲みたいわけじゃないからいいですよ。こんにちは、エリーゼお姉ちゃん。いらっしゃい、ソフィー。また本読んでるの？ええ、そうよ。ねえ、エリーゼお姉ちゃんってどうしてそんなに読書が好きなの？そうね、想像もできない世界や自分の知らない世界を感じることができるからかしら。そっか。でもエリーゼお姉ちゃんって同じ本を何度も読んでるような気がするんだけど。同じ本でも読むタイミングが違うと印象も感想も違うのよ。どういうこと？恋が成就した時に恋愛小説を読むと胸が熱くなるけど、失恋した時に読むととても切ない気持ちになるの。そんな風に自分のその時の気持ち次第で本の感想も変わるのよ。エリーゼお姉ちゃんって恋してるの？例えばの話よ。なんだ、ちょっとドキッとしちゃった。同じ本でも2度3度と読むとその度に新しい発見もあるの。あ、それはわかるかも。難しい本とか特にそうだよね。でしょ。なるほどな。
れ、これでいい。ありがとう。おう。よし、みんな揃ったわね。じゃあ出発しましょうか。あ、ちょっと待って、あと一人来るから。待たせたわね。その人が待ってた人？うん、仕立て師のレオンさんだよ。あ、ご近所の美人さんじゃないか。あら、おデブちゃん、よろしくね。一緒に行くのはあんただったんだね。こちらこそよろしく。今、普通におデブちゃんをスルーしたね。でも、オスカーも知ってる人なのね。ああ、うちの近くで最近店を開いてるんだ。いろいろな洋服を売ってるから、ぜひ見に来てちょうだい。はい、ありがとうございます。よし、それじゃあ出発しましょう。次はどこに向かうつもりなの？いいものが手に入る予感がするわ。採取採取っと。これって植物だよね。オスカーに聞いたら何かわかるかな。楽しみはこれからよ。私に力を貸して続けていくよ。やったね、勝ったよ。なんだか強くなった気がするよ。植物のためにオイラは強くなるのさ。
よし、どこに行くんだい？植物観察に戻らないと。次はどこに向かうつもりなの？終わらせちまおう。スキアリー、そこせい。みんな無事だね。僕たちの勝ちだ。
ものあるかな。なんだか強そう。私に任せて。逃がさないよ。はーい。熱くなりましょう。まとめて吹っ飛ばす。任せなさい。危ないじゃない。気をつけてくれよ。こいつの出番だね。見ないでよね。オイラからのプレゼントさ。みんなの力を分けてあげる。みんなの力を分けてあげる。こいつの出番だね。今が勝機だ。オイラを怒らせたな。これじゃ本気で行こうか。ここからはオイラの領域だ。えい、せい、チャンスだよ。行くわよ。これでどうだい。せい、いいわよ。当たり前の結果よね。まだまだ先は長そうだね。さあ張り切っていこう。油断しないで一気に片付けよう。
行くわよ。チャンスだよ。てよ。大丈夫よ。ドーン。これでどうだい。当たれ。そこ。てよ。みんな無事だね。僕たちの勝ちだ。余裕そうね。さっさと終わらせましょう。スキアリー。そこ。それ。はっ。大丈夫よ。物足りないわね。次行きましょう。使うかまるでわからないや。そもそもこれ何なんだろう。綺麗な宝石だね。でも何に使おう。さあ、始めるとしようか。はっ。当たれ。大丈夫よ。あたな。てよ。チャンスだよ。せい。行くよ。キアリー。
が落ちてきたね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。行き先はどこなんだい？Там в конце на кладбище была какая-то могилка светящаяся. И я уверен, что это не просто так, потому что она выделяется среди всех остальных. Обычно просто так в японских RPG такое не делают. Либо в дальнейшем там что-то будет, какой-нибудь ивент, либо это связано с каким-то секретом, либо мы по сюжету туда попадем. Либо я не узнаю, для чего это нужно, и вообще пропущу. Все может быть. В будущем так или иначе мы это узнаем. Ну что ж. Прикольно. У меня теперь на одного персонажа больше. Еще с прошлого видео. Да, у нее тоже неплохие скиллы, но я не знаю, возможно, я заменю ее назад на пистолетчика. Или поставлю Монику. Время от времени полезно менять персонажей, чтобы повышался уровень дружбы. Правда, я не знаю, для чего он нужен, но, возможно, для каких-то ивентов или для изучения в будущем каких-то скиллов. Зачем-то же он нужен? Не просто же так его ввели. Но разберемся, я думаю. Ну что ж. На этом моменте я это видео закончу. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был SwordFlame. Всем пока!